にちは、滝さんですけれども、今日ゲストに出ていただきまして、ありがとうございます。まあね、大阪の基本的には来ないんですけど、なんか松延さんが、安住さんとバンドをやっているということで、遠くでそういう情報になってて、それはちょっと行かないといけないということで、来たりし合ってたっていう話で、バックバンドをやられてたことがあったみたいなんですけどね、まあちょっと、なんていうんですかね、LM で90分ということなんで、ちょっと時間が余ったら Q&A とかもしてみたいかなとは思うんですけど、質問ある人いたらぜひお願いしたいなと思うんですけど、じゃあいきます。で、全く初めての人って言います？なんだかわからないけど座ってるぞって。本当ですか？いるでしょ、本当みたいな。そういう人がいたらね、さっきの木坂ちゃんの OM と、セリの話もね、聞いてると思うんで、なんか盛り上がってるぞっていうことね。この仕事ってね、1回聞いてもわかんないんですよ。なんかね、2回聞いてもわかんないし、マーケティングプランなんか、どうですかね、1回目聞くと分かることって、損しないんだなと。なんか、働かないでもお金入ってくるのかなみたいな。で、なんかブッシュ大統領とか、ね、なんか大統領が出てきて、なんか、嘘っぽいなみたいなさ。なんかそんな感じじゃない。でも、本当だったらすごいなみたいなさ。なんか 100% 返済保証みたいな。それぐらいしか覚えてないから、マーケティングプランもね、やっぱりね、いろんな人のマーケティングプランを10回なり20回なり30回なり聞いてみると、本当にね、分かることがあるし、この仕事面白いのは、聞いてる側だけだとあんまり、理解できなくて、自分でマーケティングプランをこうやって自分でやってみるとめちゃくちゃテンション上がるんですよ。で最初1回目2回目はね、なんか緊張してできないかもしれないけど、3回4回ってこう自分で練習でもいいんだけど、もう彼女とかさ、彼氏とか親とかでも練習してみた時にね、聞いてる人はどうでもよくなって、書いてる本人がやべえなこの仕事って、でもテンション上がりまくっちゃうんですよ。デモとかもそうでしょ、見たらすごいんだけど、やるときなんかあんなさ、なんか油を垂らして流すのに緊張しません？ね、なんでそんなことで、普通だったらできるんだけど、なんか人の前でこう見せる、プレゼンするってなるとさ、なんか余計なものが働いてさ、みたいな話なんだけど、やるとね、盛り上がるから。僕最初、なんか、始めたての時にね、始めたての頃からの話をちょっと流れで、していかないと90分埋まらないんで、していくんですけど、ね、聞きましたと。で、どんな感じの人から聞いたかっていうとね、すごい仲いい人から聞いたんですよ。で、大学の時の友達で、2個上なんだけど同級生 で、尊敬してたから、また原さんが何の仕事を持ってきても、でそれは別にニューエイズでもいいし、ニュースでもいいし、何でもいいんですけど、何の仕事持ってきても多分一緒にやっただろうなっていう、人だった。だから、アムエ聞いてさ、仲良い友達と断るじゃない。そういうのはちょっととかさ、いや、俺はやらないとかさ、その話一切しないでとか言われちゃう人もいるわけでしょ。ってなった時に、何を思った方がいいかっていうと、あ、認められてねえんだなっていう話なんですよ。あ、今までの生き方が悪かったな、ごめんなさいって言うべきなんだよ。なんか言ってみるの分かります？分かりますかね。なんでかっていうと、僕は原さんから来たら何でもやってた。とにかく警察にさえ捕まらなければ何でもやりますよ、みたいなさ。いくつかちょっと一緒にちょこちょこ、ね、会社の後にやってたこともあるんですけど、なんかね、もう尊敬したも全部やりますみたいな。で、やるんだけど、でもアムウェイかって思った。で、アムウェイかって思ったのは何かっていうと、皆さん、ほとんどの方がそうだと思うんですけど、基本的にこの仕事8割ぐらいの人はイメージ悪いわけです。それを分かっておかないといけない。だから過去にいろんなアムウェイをやってすぐ辞めた人がたくさんいてね。もしくは昔のアムウェイの話とかね。なんかその、嫌いだった人からアムウェイが来ると、その人も嫌いだけどアムウェイも嫌いになりますから、みたいな感じで、根拠が、理論的に説明はできないんだけど、なんか感情的に嫌だ、みたいなさ。っていうのが8割ぐらいですから。これから人に伝える人はね、それ分かっておいてくださいね。だから、いや、アムウェイはいいよっていう言葉を聞いたときに、めげたらダメなんですよ。で、そっからスタートだから。で、僕も、原さんがやんだったらいい、あるけど、残念ながらアムウェイか、みたいな。もっと期待していったのに、みたいな。なんかそんな感じだったね。で、ただ、変な仕事ではないというか、変な仕事なんだけど、ずっと続いてるし、いや、印象ですよ。変な仕事なんだけど、ずっと続いてるし、なんか収入取ってる人もいるのかもね、みたいな。俺には関係ないけどね、みたいな感じだったんだけど、年収1000万の人に合わせてあげるからって言って、次の日に合わせてくれたんですよ。でもそれもビューチャーって来ない人が多いと思うんですけど、皆さんの友達だとね。僕どんな感じだったかって言うと、見てみたいなと思った。で、なんか鍋とか買わされるとか全然思わなくて、買わされてたってどうせローン取んねえし、みたいなさ。貯金もねえし、みたいなさ。話だから、別に断れるしって。だけど、本当に成功してる人いるんだったら見てみたいなと思ったね。で、原さんに伝えてもらって、その次の日に年収1000万の馬場さんっていう人になったんですけど、その時にね、これもしかして俺もできるかもしれないなって思ったんですよ。だね、原さんから伝わった時は、俺はやるっていう感じ、原さんは。で、じゃあ俺もやるよみたいな感じなんだけど、一緒にやろうぜとかさ、これ成功しようぜとか、入ってほしいとかさ、ビタミンをぜひ買って飲んでほしい、健康にいいからとかいう話は一切なかったんですよ。俺はもう徹底的にこの仕事会社調べ上げて、絶対いけるってことだったら、俺はやるって言ったね。で、今からプランの説明をするからって言われて、堂々としたわけ。でも絶対やるぞって、お前なんかやんなくたって俺はやるぞって感じだったんですよ。だから、なんか俺も聞いてみようかなと思ったし、やんないとダメだなって。俺も頑張った方がいいからみたいなぐらいの感じだったんですよね。だからね、伝える時のね、あなたの姿勢が全部大事で、ネズミコウ、いや違う、ネズミコウじゃないとか、なんかこうとか、そういうのって、本当にもう、ネズミコウの人の対応でしょって話じゃない。ネズミコウって言ったらバカじゃないのとかさ、何言ってるのみたいな。ネズミコウの今ねえし、みたいなさ。ネズミコウの説明できんのみたいなさ。なんか堂々としてんだもん。ね。で、いいんですけど、その原さんが伝わった時にね、プランを説明するからって、説明したんですよ。始まったんですよ。そしたら、ネズミコウなんです、上が儲かってるんですよ。
うん、あれとか言ってて本当に。で、いや上が儲かる仕事じゃねえよみたいな話で二人でなってて、俺もなんかどっかでプラン聞いたことあるしみたいなさ、ネズミ子じゃねえよこれは、上儲からないと逆転があるはずだよみたいな感じでちょっと二人で考えたんですけど、本当に本当にそのボーナススケジュール法がなかったから、あれがないとね分かんなくなるんですよ。ほんであれとか、まあいいやみたいな、うん、とにかく俺はやるって言ってて、うん、なんかすごい確信を持ってたんですよ。そこで普通なんか動揺するじゃないですか、全然しない、うん、でこの薬を飲んだらもうめっちゃ元気になるって言って、トリプル X 出してきて、目覚めが全然違うんだって言うんですよ。もう本当に本当にそう思ってる感じで、で、まあ、薬だと思ってるわけですよ最初。栄養素とか知らないから、もう2は全部薬でしょって話で、でまあ2人でじゃあちょっと10ずつ飲んで、ね、10ですよ、うん、2人で飲んで、いやマジすごいからこれ、朝目覚め全然違うからって言って、でその日は原さんの家に泊まったんですよ、うん、でまあ飲んでる時にね、まあちょっと大丈夫かなと思ったんだけど臭いし、まあでも原さんが勧めるんだったら、まあ、変なもんではないなと、うん、まあ、気持ち悪くなったりさ、体調壊したりとかさ、病院行かなきゃいけなくなったりはしないだろうなぐらいの感じ、うん、で飲んで、でもそのダメの話終わって、でなんか世間話とか、まあ、久しぶりに会ったからね、大学の友達だったんで、半年ぶりぐらいだったんですかね、あったんで、まあこうこうこうでみたいな話してて、まあ、世間話とか昔話をして、まあ、夜中の2時頃に寝たんですよ、うん、で、まあ、原さんの家に泊まったんですけど、それも面白かったんですけど、オフィスを出したって言って連れてこられたんですよ、うん、俺もオフィス借りたからって。で、まあ、ただ一人暮らし始めただけだったんですけど、まずプランの話があって、まあ、ニュートリ食べて、うん、世間話して、電車がなくなったんでそこで寝て、次の日も会社だったんで今原さん家から行くわっつって寝たんですよ、僕ソファーにね、うん、で2時に寝たんですけど5時に目が覚めたんですよ、うん、ですげえなこれみたいなさ。でも半分ぐらいはこれソファーで寝たからだろって思ったんだけど、いやでもこれだったらすげえなみたいなさ、うん、で原さん見たらもう思いっきり指かけて寝てるから、まあそんな感じかみたいな、うん、半信半疑みたいな、でもしかしたらこれかもねみたいな。で5時に目が覚めた時に出社が僕アパレルだったんで9時50分だったんですよ、うん、だから一回家帰って着替えて会社に行ってもよかったんだけど、そこで僕偉かったのは、机の上にね、15年前ですから、DVD じゃなくてビデオだったのね、うん、ビデオで、ビデオが3つ置いてあって、これがアムウェイの成功してる人たちのなんか喋ってるやつでっていうのを昨日言ってたの見たから、聞いてたから、原さんが起きるのがまあ大体8時か8時半ぐらいでしょなんですよ、8時間ぐらい、これ3本見て、これ見といて俺やるよって言ったらかっこいいなと思ったんですよ、うん、うん、かっこいいでしょ、うん、僕のフロントで過ごす人は一人もいませんけど、でも原さんが好きだったし、今でも好きですけど、仲が良かったし尊敬してたから、それかっこいいんじゃないかなと思って、うん、見たんですよ。そしたらなんか、まあ、いろんな成功者、まずみさんも含めてね、北子さんもいろんな成功者の話が、まあ、喋ってたんだけど、なんだかよく分かんなかったっていう、うん、結論から言うとね、うん、でそれなんでかっていうと、当時15年前に見たビデオですけど、そのビデオが撮ったのはそのさらに10年前ぐらいだったっけ、うんうん、10年前ってさちょっと微妙じゃないね、なんか服装の感じも違うでしょ、うん、だからその髪型とかもちょっと流行りの髪型とかもちょっと違うじゃない、うん、だからね、古いなこの人たちって思ったんですよ。当時とか分かんないから、1900何年とか出てないから、なんか古臭い人がなんか成功してるぞみたいな、要するに北子さんとか2ブロックだったわけですよ。でね、2ブロックって今流行ってるでしょ、すごくないですか、うん、20何年の時を経て戻ってきたみたいなさ、でまた何年かしたらまたおかしくなってみたいなさ、例えばズボンもさ、そうじゃない、ボンタンからこうスリムになってみたいな、まあ、ボンタンとかあまりもう知らないと思いますけど、なんかその服装流行りって変わっていくじゃないね、例えばチェックのシャツにチェックのジャケットにチェックの短パンとか履かないじゃない普通は。でも今トム・ブラウンそうでしょ、だから本当におしゃれな人はそうなんですよ、うん、だから変わってくるわけよ、うん、でその時に見た時に北コンさんの2ブロックだから、何この髪型みたいなさ、今時いるみたいなさ、今時じゃないんだけどそう思って、なんか変だなみたいな、うん、なんか変な違和感があって終わったみたいな。でもまあ原さんがやるだったらやろうみたいな感じで原さん起きて、で見といたから俺もやるから一緒にやろうぜっていう感じで言ったら、練習生の人合わせてあげるからっていうことで、あ、じゃあそれ会ってみたいから行くわっていうことで次の日会ったんですよ、うん、でその会った時に、まあ、馬場さんって当時エメラルド DD で1000万、今カオルさんの秘書やられてますけど、馬場さんに会って、で当時の馬場さんって結構普通だったんですよね、メガネかけてて髪サラサラで真っ黒で、まあちょっとおしゃれでみたいな、うん、まあ、でもきちんとしててみたいな。で僕らどういう感じだったかっていうと、まあ、今でこそきちんとしてますけど、してるかどうかわかりませんけど、まあ金髪に日焼けサロンに週に1回必ず行ってたから、まあ、真っ黒、うん、でシャツも黒みたいな、ネクタイも黒、スーツも黒、いやもう着ないみたいなさ、でライターが金のディポンみたいなさ、うん、タバコはパーラメントっていう感じだったんですよ。今は笑っちゃうんだけど、当時はギリギリ OK だったんですよね。うん、まあ、パーラメントってのはヤクザがホストして吸わないタバコだと思うんですけど、で、デュポンのライターが 今の時は持ってていないでしょ、基本的に。持ってたらちょっと60代から70代だと思うんですけど、まあ、とにかくそんな感じだったわけ。キャッチとかさ、その前世だったから、うん、15年前ね。要するに日焼けしてないやつ、なんかその装飾系男子とかそんななかったから、うん、メガネかけてたら負けみたいな感じだったから、うん、本当に。今だって、縦メガネとかかけるじゃない。そんな絶対なかったですよ。うん、メガネかけてたら負けなんだからみたいな。うん、っていうの、なんか常識だったから、ババさんを見たときに、あれみたいな、うん、なんか、おとなしそうだぞみたいな感じで、うん、なんか、この人1000万だったら俺らもいけんじゃねえのみたいな感じで思ったんですよ。
でね、帰りに、まあ、15分ぐらい、20分ぐらいかな、なんかセンチュリーハイアットってとこで、会ってお茶、まあ、食事したんですけど、だから時間が短くて、1時間ぐらい喋るのかなと思ったら結構短くて、普通さ、アムウェイで成功してるって言ったら、めっちゃフランクに話しかけてくると思うじゃん。どうせ俺入れたいんでしょって。うん。まあ、入るし、頑張りますけど、みたいな。なんかそんな感じで言ったら、全然喋んないですよ。うん。こんにちは、みたいな。食べてて、アムウェイ興味あるのってさ、そうっすね、みたいな。シーン、みたいなさ、うん。ガチャガチャガチャ、みたいな。なんかフォークとお皿の当たる音が流れてみたいなさ。うん。で、今月 SP ですっていうアプライのアゲスさんも座ってたんだけど、アゲスさんは週、もう最後まで一言も喋らなかったです。ただ、馬場さんの言うことにうなずいてただけで。で、馬場さんが、何将来の夢とかあるのと思って、そうっすね、ビル建てて、家賃収入で暮らしたいっすね、と。そうなんだ、みたいな。カチャカチャカチャみたいな、うん、あれみたいなさ、うん、でも家賃とかはね、投資の金額もかかるし、まあ、設備も古くなったりするから結構印税にはなりにくいんだよねとか、そうなんですか、どこにいくらぐらいのビル建てんのって言われて、何も考えてないから、だってビルってのはいくらぐらいするのみたいなさ、拾、うん、おうって言ったんですよ、とりあえず、まあ、恵比寿の隣の高級住宅地があるんですけど、僕の一番当時 のすごいところは拾おうだったんだと思うんですけど、まあ、とりあえず拾おうです、へえみたいな、終わるわけ、うん、でだからもっとなんかミーティングあるからおいでよとかさ言わないんだよ、で、雨はここで、ここがすごくて、あそこがすごくて、何も言わない。うん。みたいな。で、終わりみたいなさ。で、次の人来るから、ちょっと帰ってみたいな感じになって。いや、本当ですよ。うん。何これって思って。完全に俺、面接落ちたわって思ったんですよ。うん。本当に。うん。だから、こっちからお願いしますって言わないと、ダメなんだなって思ったの。うん。だから、そういう姿勢、要するに僕に立場を分からせてくれたっていう感じですよね。まあ、馬場さんから見たらすごいグループ先だったし、まあ、今でもそうですけど、だから別にお前が止めなくても収入には関係ないしっていうところもあったし、まあ、それをその態度で分からせてくれたって感じ。うん。だから、ちょっと、その後に、帰りがけね、なんか、あの人できるのどこなんでしょうねとか言ったら、原さんが、いやいやいや、みたいな。やっぱ、馬場さんマジすげえよって。まあ、原さんも2回ぐらいしか会ったことなかったらしいんですけど、あの人の話は深いわって、ずーっと言ってたよね。駅までの15分ぐらいの間。いや、ほんと深かったわって言って、みたいなさ、なんか、そっちみたいな。原さんね、そっち側みたいなさ。こっち側じゃねえのみたいな、うん。それも結構大事なんですけど、ダウンよりかアップよりっていうのがすごく大事だからね。うん。でも最初から原さんそれ天然でできてて、深い、いやーほんと深いわーって言うから、まあ俺も駅に着く頃にはまあ深いのかもしれねえなとか思いながらね、帰ったんですよ。うん。だからまあ言ってることとか、なんかその皆さんの態度で全部決まるから。うん。で、結局ミーティングがあるから行ってみないかということで、次の日横浜までわざわざ車でミーティングに行ったんですよね。土曜日だったから。で、また見たら、まあこの会場の半分ぐらいの会場でね、またエメラルドの人がこう、さっきのマーケティングプランやってて、で、結構混んでたから、まあ、入れはするけど別に俺こいつらの仲間じゃねえしと思ってて、アムはやるし、俺と原さんは成功するけど、ここの仲間とは入りませんっていう、うん、なんかそういう感じ、うん、でね、説明したんですよ、エメラルドの人が。めっちゃ楽しそうにしてて、まあ、みんなこんな感じでメモ取って見てて、僕は外から見てたの。入ったら負けって思ってましたから、うん、なんかそんな感じですよ、うん、入ったらこのアムウェイの仲間に入れられて、こう仲間入りさせられるみたいな。やるけど、やるし多分成功もするけど、ちょっと俺らはちょっと違うから、やり方違うからっていう感じで、こう外から見てたら、まあ、なんか盛り上がってる感じ、うん、へーみたいな。あの人も年収1000万なんだと思って、あ、結構いるんだなと思って、そしたらなんかハロートークっていうのがあって、 RubyDD を達成した人みたいな感じで、 SP から順番にあったんですけど、まあ、SP は月収20万ぐらい取れてどうしたかしたみたいな、うん、20万ぐらい別に取ってるしと思って、で、 Ruby の人はなんか今月なんか80万円入りましたみたいなハロートークで言ってて、それがその平塚から来た主婦ですみたいな。もうなんかありえない人が80万円取ってたから、もう絶対これできるわと思って、うん、で燃えて帰ってたんですよ、うん、で次の日いつもサーフィンに行ってた友達を一緒、まあ、サーフィンには行ったんですけど、いや今日雨あんじゃんみたいな、でもすげえ簡単そうだからもうやろうぜっていうことで、聞きに行こうぜっていうことで連れてって、アップラインにマーケティングプランやってもらってやるってなってスタートしたみたいな感じだから、原さんから雨が伝わってからこれ結構重要なんですけど、毎日やってるんですよ、うん、365日ずっと毎日やってました。なんかね、早く成功したくてしょうがなかったっていう感じ、うん、だからなんていうのかな、プラン上はさ、これ1年でエメラルド DD になるじゃないですか。なるんですよ。 DD って6ヶ月150万点をいくと3系列出すと、まあ、エメラルド DD っていうことで、まあ、いろいろ含めたら、まあ、年収で1000万ぐらいになりますみたいな、簡単に言うとそんな話なんですけど、だから6ヶ月、3人の友達を6ヶ月ってことは、あいつとあいつとあいつ で共通の友達をどんどん伝えていけば、あ、これもう1年でなるわって、エメラルドになるわって思って、あ、絶対いけるわって思ってスタートしてね、うん、でほとんどの人が自分が成功するかしないかをこう半信半疑になりながら伝えてるでしょ、うん、でもっと言うと、まあ、点数集める仕事だから点数集めるんですけど、今月の目標を達成するためにその人に化粧品を出すとかさ、鍋を小売りするみたいなことを考えながら雨やってる人もいるわけですよ。まあ別に悪くないと思うんだけど、絶対これ分かっておいた方がいいのは、自分がエメラルドになる。で、一緒に成功しようってことを伝えた方がいいと思うんですよ。僕の感じはね。だって本当に言いたいのはそれでしょ？そうですよね。今月の150万点とか、36万点とか、9万点とか、18万点、60万点を目指してて、その目標を達成したいために製品を流通させたいわけじゃないでしょ。そうですよね。もっと言ったら、月収20万とか30万とか40万とか50万とか100万とかを雨で取って成功したいだけじゃないですよね。友達と一緒に成功しないと
仲間がいないから成功しても面白くないわけですよ。ってことは一緒に成功しようって言った方が早くないですかって話なんですよ。でその過程で別に鍋とか武器になるから買ったらいいと思うし、浄水器とか水飲んで健康になったら買ったらいいと思うし、トリプル X で体感できないと仕事にならないから、まあ、買ったら点が貯まるから、まあ、それはそうなんだけど、じゃなくてベースにあるのは一緒に成功しようぜって、自由になろうぜって話じゃないですか。そうですよね。だそれをちゃんと言わないとダメなんですよ。うん、だから、なんですか、なんであなたに伝えてるかっていうことを言えてない人が多いですよね。うん、っていう感じ。うん、だからね、なんつうかな、まあまあそんな感じで、まあ1年で絶対いけるわと思って、まあ1年半ぐらいでエメラルドになったんですけど、まあもうバタバタのバタバタで、まあとりあえず27歳か、7歳の時にエメラルド DD になったんですね。で、なった時に、やったと思ったんだけど、結局フロントみんな DD だから、うん、まあルビーがいたかな。うん、まあ DD が縦に2つと DDDD ぐらいか。まあしょうもないって言ったら悪いですけど、まあちっちゃいグループですよ。うん。で、まあエメラルド DD みたいな。うん。なった時に、みんな DD だから仕事してんのね。うん。今の若い人ってあんまりね、仕事なんかすぐ辞めちゃってあんまやる人もいるみたいですけど、まあ、東京だと結構物価とか高いから、仕事しながらじゃないと DD ぐらいだったらまあ、やっていけないことないけど、なんかちょっと微妙なんでね、まあ、みんな仕事しながら、まあ、仕事しながらできる仕事だしね、仕事しながらやってたんですよ。僕だけ仕事してね、一生自由だと思ったんですけど、でも遊ぶ友達がいないんですよ。うん、アップラインと遊ぶともちょっとなんか仕事モードに入るから、なんかちょっと気使うしなみたいな。で、じゃあフロントはっていうと仕事してるから、これただの暇人じゃねえかって話なんですよ。うん、本当にその年収1000万でもなんか大富豪だと思ってたし、うん、なんかもうフェラーリに乗ってもうでっかいマンションに住んで、ハワイに別荘あってみたいなぐらいイメージしたんですよ。1000万でね。あれちょっと全然違うぞこれみたいなさ。うん、こんなもんかみたいな。まあ、当たり前だよなと思って。で、まあでも自由になったし、まあ、会社を辞めるっていう目標は叶ってね。あ、これ一生俺働かなくていいんだっていうのは分かったんだけど、結局自由ではないなって。うん、やっぱ友達もっと成功させないと、一緒に遊びに行く友達が いっぱいいないから。僕のスポンサーはね、その時ね、サファイアだったんですよ。うん、だから仕事してんの。僕だけ仕事辞めたから、なんか、なんかなみたいな、うん。なんかしっくりこないなと思って、まあ、ダイヤモンドを目指そうと思ってダイヤになったんですけど、とにかくね、一緒に成功しようっていうところを伝えるのが仕事なんですよ。うん、だからね、皆さんの目標が、この中にもいらっしゃると思うんですけど、SP とか GP とか DD とか Founders DD とか RubyDD とか目標にしてる人はちょっと違うんですよ。うん、エメラルドかダイヤモンド以上を最初の目標にするわけ。で、いついつやるって決めてから過程で SP があったりするっていう話なんですよね。うん、だからね、もっと言うと、DD とかっていうのは、俺はいらないと思うんですよね。うん、150万点を6回って、おかしくないですかって話なんですよ。うん、でね、どういう感じかっていうと、例えば皆さんが、まあ、SP が通過点としてエメラルド、もしくは意識高い人だったらダイヤモンド、こういう目標じゃないとダメだと思うんですよね。うん、でね、まあ、DD 目指してる人もいるし、まあ、もしかしたら達成した人もいるしね、SP が達成したばかりの人もいるから、ちょっと別に悪口を言ってるわけじゃないんですよ。嫌わないでくださいね。まあ、別に嫌われても構いませんけど、なんつうの、SP、GP、DD っていうのがあったときに、皆さん0から始めて、パーセンテージが上がっていって、まあ、18万点、36万点、150万点とかさ、3ヶ月 SPR 人だったらね、まあ、いろいろいると思うんですけど、0から150万点になりましたと、なるわけじゃないですか。まあ、SP 達成したとおめでとうですごいと思うんですけど、こっからなんでこの6回やるんだっていう話だ。おかしいでしょ。例えばじゃあ、1人で150万点小売りした人なんかいないでしょ。グループがいるわけじゃない、何人か。こう。で、この人たちも0から後から始めてるわけでしょ。で、9万点になって、18万点になって、36になってみたいなさ、9万点になって、18万点になって、この人はやめていってみたいな。9万点になって、18万点になって、60万点になってみたいな、こういるわけで、グループがね。だからみんなが150万で150万で達成したときには、まあ、プライにも感謝するし、グループにも感謝するわけじゃないですか。皆さんが頑張って、一緒に頑張ってくれたおかげで達成できましたってみんなハロー男で言うと思うんですけど、この人たちが、ずっと18万点になるってことでしょ。わかります？この18の人は辞めたからまあいいです。この60の人は何 ?SP になんないのって話。なんで自分は0から150になったのに、グループの人たちは150、0から150何年だっていう目標になるわけでしょ、これって。だからダメなんですよ、これ、うん。だけど、なんか辞めてくやつもいるし、なんか頑張るって言ったやつが頑張らなくもなったりもするから、なんか150を集めるのが大変で、なんかいつの間にか150を集めるための戦いになってるみたいなさ、人がいっぱいいるんですよ。で、それがもうそもそもこの仕事のからくりというか、まあ、罠というか、エメラルドとかダイヤモンド目指してたらさ、これ通過点だから、要するにこの人を150万点以上にしようという目標なわけじゃん。もっと言うこの人を150万点でしょ、この人を150万点、それでエメラルドから。っていうビジネスになってないとおかしいんですよ。うん、で最初はみんなそう思うんだけど、やってるうちにこっちに行くんですよ。で、それがもうそもそも間違いだから、皆さんの状況が、例えばパーセントであれ、150万点上がってその後落としてる人であれ、何でもいいんですけど、どんな人でもこれじゃなきゃダメなんですよ、最低。うん、じゃないと話が通じないじゃんって。うん、っていうのを、分かってない人が多いっていうことなんですよね。だから皆さんは何年やってはしたことじゃないんですけど、絶対エメラルド以上じゃなきゃダメだし、これ事業で、仕事だから、皆さん社長ですから、エメラルドのカウントにいつ入って、いつ達成するっていうことぐらいは最低でも考えて、それを言いながらアメをやっていかなきゃいけないんですよ。言ってる意味わかりますかね。うん、まあ、それがダイヤモンドでもいいと思うんですけどね。っていう感じなんです。うん、だからそこがね、いきなりなんか飛ばしますけど、だんだん
いろいろ言っていこうかなと思ったんですけど、まあそういうことなんですよ。これ言ってる意味わかりますかね。でもそうでしょ。だから今18万点の人がエメラルドを目指してないとおかしい話なんですよ、うん、だって僕だって0万点の時から目指してたわけですから。エメラルドも目標にあってたわけだ。 SP 行った時にはなったなってよかったなと思ったけど、 SP になる理由ももう SP になってさ、もう本当にいろんなことがあって、いろんなことがあって、交通事故にもあって、もう自転車も財布も盗まれて、なんだかんだで SP 達成しましたみたいなさ。でもうここでハロートークしてやりましたみたいなさ、で今日はお父さんとお母さん来てますみたいなさ、で号泣花束もらうみたいなじゃダメなんですよ、うん、そういう感じじゃないの、うん、もうそれダイヤモンド、ダイヤモンドでもそうじゃなくてもいいと思うんだけど、まあ、ダイヤモンドぐらいじゃないですかせめて、うん、お父さんお母さん呼ぶのは、うん、もう SP ぐらいで呼んで泣いてる人いますけど、あのね、もうそうじゃダイヤモンドになったら死にますよその人多分、うん、壇上で、うん、エメラルドぐらいだったらうんこもらえてますみたいな、絶対に。だからその通過点だからっていう、うん、なんかもうゴール切ったみたいなさ感じの人いるんですけど、これ通過点だからみたいな、うん、ちょっとお祝いしてよかったね、でも次だねみたいなさ感じでいないと、うん、ダメだし、僕150万点3ヶ月でやったんですけど、それはね、どんな感じだったかっていうと、あ、そうそう、2ヶ月、3ヶ月ルール、2ヶ月半でやったんだ。だ3ヶ月ルールっていうの当時あって、なったんだけど、認定取り消しになったんですよね。あんまりよく分かってなかったんですけど、マップラインから教えてもらったんだけど、別にそのことどうでもいいしと思ったんだけど、3ヶ月以内に SP になっていけないっていうルールがあった当時。うん。ありえなくないですか。で、まあ、別にそんなの知らないでやってたからいいんですけど、まあ、2ヶ月半ぐらいで150万点は上がったんだけど、僕が3ヶ月で SP をやったら、自分のグループも3ヶ月で SP をやるから、1年でエメラルドいけるじゃんっていう感じだった。だからそのためにやったみたいな感じで、まあ、仮に3ヶ月じゃなくて6ヶ月かかっても、まあ、ギリギリいけるから1年でエメラルドになるなっていうところの上で、自分がまず3ヶ月やってみせなきゃダメだなって思ってやったんですよ。だからもうその3ヶ月やったよっていうのを一生言えるためにやったみたいな感じ、うん、だから自分でもなんかさ150万点もなんか頑張って達成してね、花束もらってパーティー開いてみたいなさ、そういうことじゃないんですよ。30万円入ったら時計買ってみたいなさ、そういうこと一個も考えてなくて、SP ボーナスが入ったらそのままそのボーナス全部オフィスに出しましたから、うん、恵比寿の 5.5 畳の築30年ぐらいとかね。でも家賃10万だったんですよ。そこ高いでしょ。 5.5 畳ですよ。築30年ぐらいですよ。で徒歩は、まあ、恵比寿の駅から、まあ、走ったら30秒ってとこでしたけど、まあ、なんつうの、まあ、ボロい。だって 5.5 畳ってあまりいないでしょ、住んでる人。当時そこにオフィスを、そのままその収入を SP ボーナスを出してオフィスを出して、で会社の人をいっぱい呼んでここでマーケティングやろうみたいなさ。恵比寿だったらまあなんかみんな仕事場から近いしね、いいんじゃないかなと思ってやってるわけですよ、うん、だから通過点でしょっていう、ここでしょっていう話、うん、ここを見てないとダメじゃんっていう感じなんで、今のパーセントの人もすぐエメラルドを目指すっていうのをね、今日決断してもらって、まあ、決断しなくてもいいけど、カウントに入るかみたいなこと、要するに今回エメラルドになる、まあ、9月からエメラルドカウント入る、なんでもいいけど、こう逆算してね、計画書作ってみるんですよ。結構面白いから、うん、で事業計画書っていうのは普通事業やる人はもっともっと細かく考えてるし、ラーメン屋やるとしたらさ、集客がどれぐらい見込めて、家賃がいくらで、原価がいくらで、なんかもうすげえ計算するじゃないですか。考えるじゃないですか。で、そこまでやらなくてもいいけど、それぐらいやったら誰でもこんな成功する話だしね。要するに、エメラルド、ダイヤモンドになるのはいつかっていうのを決めてから逆算していった時に、じゃあ、例えば、今回エメラルドになるんだったら3月から買うでしょ。2月の段階のグループ状況はどうで、こう、各やつは何人ぐらいかみたいなさ。で、60万点もないといけないから、パーソナルはどんなもんかみたいな。じゃあ、1月はどうか。12月はどうか。9月、11月はどうか。で、今月はじゃあどうしなきゃいけないのかっていうのをさ、が分かるわけですよ。それを元にやっていくものなんですよ。事業だからね、うん。で、仮にそれ間に合わなかったからって言ってさ、なんか怒られますかね？怒らないでしょ。うん。普通の会社だったら怒られますよ。多分ノルマ達成しなかったらね。まめて自分が社長だから、計画通りに10月はグループ人数こういう風にしなきゃいけなかったんだけど、ダメでしたって言ったら、また来月から頑張ればいいじゃんって。うん。話なんですよ。過去にやったことなんか、過去に頑張らなかったことなんかどうでもよくてね。なんかサラリーマンチックにこう、先月目標達成できなくて、月末アップラインからの電話が出なかったのが申し訳なくて、ね、月初もちょっとミーティングに行けなくて、中旬からやっぱり頑張りたいですって来たみたいなさ、ちょっと言いますよね。な、追い目を持ってる人、うん、全然必要ないからって話、うん、過去なんかどうでもいいからっていう、もう今からもう元気よく頑張ってくれればいいわけだし、なんか自分のグループにそういうの人いたらなんか悲しくないですか。いや今月頑張ればいいじゃんって話じゃん。でダメなら今回期の目標ダメだったら来回期やればいいじゃんつ、だってこの仕事ノルマないんだからって最初から言ってんでしょって、皆さんも説明してんでしょって話じゃないですか、うん、だからね全然関係ないから、もう何事もなかったように、もう電話 もう 何連発も来た電話を丸無視したことも全く忘れて、おはようございますって来ればいいんですよ。だってそういう仕事だから、うん、別に雇われてるわけじゃないしね、皆さん個人事業主とか、うん、で計画逆算立ててた時に、まあ、その目標を目指して頑張って、で仮にダメでした、でもっと11月頑張んなきゃいけない、でそれも頑張ったんだけどダメでした、12月も頑張ったんだけどダメでした、1月も2月も頑張って3月もカウントに入れませんでしたって言ったら、今度9月からカウントに入るってこと考えればいいじゃんって、全然それで OK なんだよ、うん、本当に、うん、過去は生ゴミってカオルさんおっしゃってますけど、本当にその通りで全然関係ないよね、うん、で本当にうちのグループでもこうカウントに入ってる人、まあ、9月だから10月か、まあ、9月にカウント入ってる人何人かいますけど、トントン拍子でうまくいった人ってあまりいなくて、
やっぱね、1年間ぐらい3万点とか6万点とか9万点とか見てみたり来なかったりとか、なんか1ヶ月ぐらい音信不通になったりみたいな。でもまた元気よく戻ってきたりみたいなさ。そんなん繰り返しながらいきなり9月からファウンダースでエメラルドカウントとか優勝いるわけ。うん。だから結構あのね、みんなうまくいってるわけじゃなくてね、皆さんと同じようにやったりやんなかったりやったりやんなかったり、やんなかったりやんなかったり、やったりやったりみたいなさ。そんなの繰り返しながらやってるんだけど、やっぱりね、絶対このエメラルドかダイヤモンドを絶対いついつに達成するっていうのを紙に書いて、決めることがね、すごく重要ですね。これ社長の仕事としては当たり前の話で、最初に決めることなんだよね。まずそこからスタートなんでね、まあ、こういう SP とか GP とか DD とかいうところで惑わされずに、ね、3回、6回とかもどうでもいいからみたいな、うん、絶対エメラルド以上を目標にして頑張ってほしいなっていうのがありますよね。で、まあ、エメラルド、まあ、僕そんな感じでエメラルドになったんですけど、ダイヤモンドやるきっかけは、まあ、グループもっと大きくなっていっぱい成功したらいいなっていうのもあったし、今回期達成しないと 30代でダイヤモンドになっちゃうから、これは絶対29歳でやりたいなと思ったんですよ、うん、でね、中島かおるさんのスピーチで、20代のダイヤモンドが5組だったかな、うん、出たらアムウェイも劇的に変わると盛り上がるって言ってたんですよ。で、僕が始めた時っても1998年、まあ、99年ですから、なんていうのかな、アムウェイの売り上げが下がってた時なのね、うん、僕知らないそんなの、うん、で自分はそこから始めてるから、その売り上げが下がってたとか、まあ、売り上げなんか関係ないんだけど、うん、逆に売り上げ下がってた方が辞める人が多いから、消費者がいっぱいね、メンバーにならない消費者、先気に入ってるけどメンバーじゃない人がいっぱい浮いてるわけですから、逆にやりやすいと思うんですけど、なんとかな、売り上げ下がっててみたいな、なんか冬の時代とか言われてたんですよ。でも全くそんなことなくて、まあ、自分のグループは別に伸びてるわけだからさ、関係ないんだけど、20代のダイヤモンドが5人出たら、当時1997年とか8年ぐらいの、まあ、2000億とか行った時、もうちょっと前かぐらいになりますってカオルさんが言ってて、で、じゃあもう絶対20代でダイヤやろうぜってことで、グループの宇佐美太郎君と一緒に頑張ってダイヤになったんですよ。29、彼は1個下だから28ね、なったんです。でもそれ、まあ、5人って言ってたから、カオルさん2人、うん、でその前も何人かいたんだけど、もうみんな30代超えちゃってて、あ、いないみたいなさ、うん、誰もいないぞ他みたいなさ、であんまり盛り上がんなかった。その後もまあ売り上げ下がったのかあったら知らないけど、そのどうでもいいんだけど、そのあんまり盛り上がってなくてね、でカオルさんがまあそのカオルさんが20代でダイヤが5組以上出たら劇的に盛り上がるっていうので、じゃあ頑張ってやろうと思ってやったし、うちのグループでこれからどんどん20歳の人が入ってきてね、20代の人がほとんど入ってくるわけですよ、入ってきてますけど、ってなった時に20代でダイヤモンドやろうぜっていうのを言えるじゃん、自分がやったら、まあ、だからその頑張ったんですけど、まあ、そういう理由だったりするのね。だからもっと収入が欲しいとか、まあ、当時 BM かなんか乗ってたと思うんですけど、ポルシェ乗りたいとかフェラーリ乗りたいとか、そういう理由じゃなくて、なんていうかな、ダイヤモンドになる人っていうのはやっぱアップラインが喜ぶとかさ、カオルさんに認めてもらいたいとかさ、グループ、これから入ってくるグループの人たち、今いる6系列の人たちのために頑張る、自分が達成して見せてみるっていうところをね、意識しないとダイヤモンドってならないんじゃないかなと思うんですよね。自分がだったらね、ちょっと無理かなって、うん、やっぱりこの仕事って皆さんが社長で、皆さんの生き方とか考え方とか言ってることとかさ、ライフスタイルとか、それに人がついてくるわけだから、それ相当の人にならないと、影響を与える側にならないとね、難しいから、やっぱり皆さんが自分のグループの人たちの役に立ってるかどうかってことを考えていかないと、ちょっとダイヤモンドって達成難しいんじゃないかなって思います。でもまあ勢いでいけるピンレベルですから、まあ、僕も勢いでなりましたけど、まあ、ダイヤモンドになった後にいろいろ学ぶことが多くて、なんていうかな、やっぱね、いろいろ振り返ると、そんな別に長い期間やってるわけじゃないんだけど、うまくいったことっていうのはプラスにならないんだよね。そのビジネス上はプラスになるんだけど、まあ、テンションも上がるし面白いんだけど、うまくいかなかったことがいっぱいあってね、でうまくいかなかったことをどう脳みその中で切り替えたかっていうことにすごくヒントがあったというか、だから感謝するのは頑張ってくれた人たちも当然そうなんだけど、自分のことをこういうふうに言って結構悩んだりさ、うん、考えたり、うまくいかなかったり、なんであの人は辞めちゃったんだろうとかさ、考えてこう分析していった時に、あ、これ俺が悪いなとかさ、ここでこうだったなとかさ、だからそういうことをね、が一番自分のこうレベルアップというか、生き方のね、考え方の根本にあるところなんですよ。直さなきゃいけないなと思ったこと、要するに反省したり面白くなったりイライラしたりするようなことが全部先生で、それが本当にたくさんあったから良かったなって思うんですよ、うん、だからね、なんていうかな、皆さんが思ってると真逆ですね、うん、まあ、スノーボードやってる人って、まあ、いっぱいいると思うんですけど、スノーボードって結構さ、1日で立って滑れるじゃない、まあ、半日ぐらい僕もやってましたから分かるんですけど、それってね結構ねすぐ飽きんですよ、まあ、飽きてない人いたら申し訳ないですね、うん、すぐ飽きんですよ、うん、だけどサーフィンって1日行っただけじゃ立てないんですよ、うん、まあ立っても一瞬みたいなさ、でもうもみくちゃにされて、まあ状態にもよるけど、もみくちゃにされてカレントを流されて死にそうになってみたいな、もう足がつったりパワーのも外れたりみたいな、もういろんなことあるから、うん、ガラス踏んだりとか、うん、なんていうの、大変なわけ、うん、でも大変だから多分あれ長く続いてると思うんですよね、なんか言ってる意味わかります、あんまり反応ないですね、そういう感じなんですよ、うん、だからね、アムエってどっちかというとサーフィンに近いと思うんですよ、最初うまくいかなくて、でもなんかだんだん乗れるのだと楽しいみたいなさ、うん、で僕もゴルフ一時期頑張ってたんだけど、速攻やめて最近テニスやってるね、うん、でゴルフ僕365日中の300、280日ぐらいやってたと思うんですよ、うん、
なんでかというと、自分の住んでたマンションの地下にシミュレーションゴルフっていうのがあってね、世界中のコース回れるわけで、そこでもう24時間もう振り放題、俺以外誰も使ってないみたいな状態だったから、ずーっとそこにいたの、うん、だからね、まあ、バンコクも毎月行ってましたし、いろいろ行ったんだけど、もう3ヶ月で100キロっていうのが目標で、まあ、全然切れませんでしたけど、それ無謀だって言われたんだけど、いや大丈夫って言って、ずーっと毎日やってたのよ、うん、そしたらあばらが疲労骨折したんですよで、なんか痛えなみたいなさ、うん、感じで、で、なんかそのレッスンのプロっていうか、まあ、レッスンの教室の関係がこう痛いんですけどって言ったら、なんかあこれ疲労骨折してますねみたいな、うん、多分こう 無理な振り方、まあ、振りすぎ、うん、振りゃいいってもんじゃないんだって話なんですけど、もう何も考えずに振りまくったから、これもうプロの人しかならないやつですよって言われて、いやでもこの前137だったんですけどみたいな話なんですけど、まあとにかくそれでいろいろ1年間頑張ってやってみたんだけど、一応まあ目標の120は切れて107とかぐらいは出るから、まあ、頑張なんかハーフで47とかも出るから、まあ、これだったら、まあ、安住さんともし万が一将来ねゴルフ回るようなことが起きたとしてもそんなに迷惑がかかんないなっていう、うん、感じで、まあいいかと思ってやめたんですよ、うん、俺向いてないと思って、まあいいんですけど、で半年以上ちょっと前からテニスやり始めたのね、うん、で僕ゴルフとテニスはやったら負けって思ってましたから、なんか高青年となんかサラリーマンのなんかなんとかこう感じじゃないなんかね、だからもう小さな頃はっていうか20代の頃はあんなもんでやったら負けだろうみたいなさ、ナイスショットって言ってこう出世するんだろうお前らみたいな話じゃない、そういうイメージがあったし、なんかそのハードじゃないじゃない、あれ持って戦うんだったらやるけど、なんかそのなんつうの順番待ってこうのんびりやってみたいなさ、なんか、まあ、天気が良くてみたいな、なんかそんな感じだから、なんかちょっと違うかなと思ってたんですけど、テニスのゴルフはそういう印象だったので、で、まあ、あまりにも暇だから嫌いなことやってみようということで、まあ、ゴルフやり始めて、で今度テニスもやり始めてってなったんだけど、さすがにテニスはね結構うまくなってきたんですよ、うん、で昨日もやってたし今日もやるんですよ、で夜中の12時から、まあ、昨日は12時から2時間やってたんですけど、品川プリンスホテルって土日、あ、金土は貸し切りっていうか、金土は朝の5時までできるんですよ。うん。で、カオさんもよくやられてますけど、まあ、そこ、室内のコートでね、めっちゃ広くて、まあ、気持ちいいんですけど、とにかく、金曜日と土曜日の用事のない日、要するに例えばカオさんちで成分があるとか、なんかゲストでとかに行ってるとか、ランドサッターとか、そういう日以外はもう絶対に何が起きてもやろうって決めて、グループの人たちとやってるんですよ。だからね、昨日も24時から2時間やってた。うん。で、大体そば食って、ダメ出しして、で寝るじゃないですか、まあ、今日大阪来たでしょ、僕着替えで帰るんですけど、今日も24時から品川でやるんですよ、うん、で1週間に2回しかできないじゃん、うん、夜中ね、まあ、雨が邪魔にならない時間に遊ぼうって決めてますから、そういうことにしてるんですけど、ずっとそれやってたの、ね、で全然うまくならないんですよ最初で、隣のコートとかもパン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 になってさ、なんか声出して、外人じゃねえのに声出してるやつがいるわけですよ、でそれがなんかめっちゃヘンテクリンっていう感じだった、ヘンチクリンなさ、なんかメーカー不明のスニーカー履いてるやつがもうバンバンやってるわけよ、すげえなみたいなさ、で、こっちでもやっててみたいなさ、で俺らダメじゃん、もう軌道が違うんだよね、ネットがあってこういう感じで打ち合ってるわけよみんな、俺らこういう感じなんだ、なんかやたらとバタバタ走り回ってるし、あの人あんま動いてないしみたいなさ、なんかおかしいなみたいな、ああいうのなんのかなと思ってて、でサーブも全然入んない、うん、だからほとんど下から打ってたりとかして全然入んないですよ、で何も1ヶ月やって2ヶ月やって3ヶ月、3ヶ月目ぐらいにこうみんなでこう不安になって、でこれ大丈夫なんかなみたいな、なんかもう種類的に違うんじゃねえかなみたいなさ、こう才能っていうかさ、もう無理なんじゃねえかみたいなさ、もうだって打ってる音が違うじゃんみたいな話になって、でもまあとりあえず続けようっていうことで、まあ、ずっと続けて続けて、やっと最近なんかサーブがこう いい感じにこう速いサーブが入ったりとか、こういい感じでパックでこう打ち返せたりとか、なんかちょっとこういう軌道だったのがちょっといい感じで、たまにこういうのも出るぞみたいなさ、うん、その時こう今見てたみたいな感じで周りを見ますぐらいの感じなんだけど、ちょっとまあ、そういう感じでこうなんとなくちょっとこれ楽しいんじゃないかみたいなさ、今日楽しかったなみたいなさ、うん、で今日楽しかったですね、今日バンバンいい感じだったよなみたいなさ、で次もやるんですけど、で次の日もやるんですけど、今度上手い人が来て、うちのグループね、いろいろ教えてくれたんだけど、まあ、最初にこう球もうダメですねこれって言われて、で何がみたいな、もう半年前に買ったばっかりだよみたいなさ、そしたらテニスの球ってすぐ空気抜けるんだってね、知ってました、だから新しいボールで常にやるんだって、試合とかはね、まあ、練習はそうもいかないからあれだけど、で俺らねだんだんめっちゃ上手くなってたのは空気が抜けるから思いっきり打てるわけですよ、でホームランなんない、それで最近いい感じだねって言ってた、うん、本当に本当に、ほんで何玉これ捨てんのみたいな、こんな綺麗なのねみたいなさ、あそうです捨ててくださいって言われて、みたいな、まだ使えんじゃねえのみたいな、いやダメですって言って買って、あ私ありますからって言って新しいボールでこうやったら全然うまくいかないよね、またもう同じように打ったら思いっきりホームランでみたいなさ、でまた俺ら愕然となって、何だったんだみたいな、全然うまくなってねえじゃんみたいな、やべえじゃんこれもカウンカップも近いしみたいなさっていう感じだったりするんだけど、最近は、ね、新しいボールしか使ってないんだけど、ちょっとうまくいい感じね、昨日はいい感じだったんですけど、今日も多分いい感じだと思いますけど、なんかその面白くなってくるのにやっぱ半年以上かかってんだよね、うん、ただね、闇雲にこう集中して、まあ、集中してっても週に2、3回ですけど、とにかくもう余計なことを考えずに打ちまくるっていう時期も必要だから、皆さんのビジネスも一緒なんですけど、まあ、3ヶ月ぐらいでポンと結果出る人もいると思いますけど、3ヶ月で SP になろうが、1年で SP になろうが、1年後の結果って本当はそんなに変わんないんですよね、うん、
ベースポイントで考えたらね、結局3ヶ月でグループ人数が30人になって SP になりましたって言っても、30人ってことはさ、20万点から30万点でしょ。そうじゃないですか。ね、大型製品が出ればまた別ですけど、30人でもう一回30人でコリファイして30人で GP にならないじゃないですか。無理でしょ。鍋のスタンディングオーダーありませんから。うん、ということは、30人ってことは30万点だな、ベースポイントだって話でしょ。ってことは100人以上にならないと150万点が普通に上がることがないわけですよ。そうですよね。うん、当たり前じゃん、そんなの、うん。頑張ってる人は何人いるかじゃないですよ。うん、愛用者、製品を気に入ってる人が何人いるか。ですから、頑張ってる人で数えてる人いると思うんですよ。頑張ってる人も頑張ってない人も、歯の数とか一緒でしょ。ってことは、歯磨き粉の使う量とか一緒でしょ。髪の毛が、顔、頭がでかい人とかいないでしょ、別に。シャンプーを月2本使ってますとかいないじゃん。いないから。うん。あんまり変わんないから。うん。ということは、30人とか40人とか50人とかで SP なのか GP なのか D なのか、あんまり関係ないでしょ。うん。だってもっと頑張らなきゃダメじゃんって話だし。150人ぐらいになってみんなが200万点とか300万点上がるようになったらなんか、わかんなくもないけど、そこまではやらないとダメなんですよ。もう思ってる通りにならないです。だからね、分かりきってる話なんだけど、なんかそのピンレベルがあるから、なんかそれに惑わされるっていうかさ、目指すところはそれでいいんだけど、SP になっても18人で SP になったら、基礎体力が18万点。もっと言ったら気に入ってなくても使ってメンバーになってる人も一部いるはずですから、もっと少ないですよね。って思って、短期集中でやるんだけど、長期的に冷静にこう分析をしとかないとダメなんですよ。うん。で、僕も SP になった次の月って落としてるんで、ね、一瞬めげたんですよ。SP になって150万点上がったら印税って聞いたんですけど、やっぱり言ったら印税なわけねえだろって言われて、グループ何人のって言ったら30人って言ったら当たり前だろって、いや当たり前ですねみたいな、うん、30人でダイヤモンドとかなんないし、うん、6系列ビジネスいないわけだから当たり前じゃそんなのって言ったんですよ、うん、だからその時どう思ったかっていうと、性能図を書いて、要するにマーケティングプランを100回ぐらいやれば50人ぐらいメンバーになるんじゃないかなと思って、で自分のフロント、新しい直のマーケティングプランもそうだし、自分のグループの先の人でちょっと頑張るって言ってる人は連れてきた人もそうだし、とにかく100回負けやるまでも余計なこと考えてやめようと思ったんですよ。1,2,3,4,5,6 ってこう書いてて、でね、グループが75人以上超えると勝手に進んでいくよってアプリに当時言われたんでね、まあ、今もうちょっと少なくてもいけんじゃないかなと思うんですけど、もうそこまでは特に考えることなく、うん、マーケティングプランをひたすらやろうと、うん、思って悩むのやめたんですよ、うん、だからね、この仕事で結構邪魔するのはこう先月よりグループの点数が下がったとかさ、マーケティングプランをやるって言ってた人がやらなくなったとかさ、やると期待した人に負けやったらやらないって言われたとか、もういろんなことなんですけど、あんまりそういうことにね惑わされたらダメですね、うん、ただ淡々と数をこなしていけばたどり着きますし、たどり着かなかったとしても前進はしてるから、うん、まあ、先ほども言ったようにノルマはないわけだし、うん、だからすごい簡単だと思うんですけど、うん、ただやってりゃいいっていう話なんですよね。で、まあ LM なんでね、もうちょっと突っ込んだ話をするとね、最近なんかも僕の知り合いでタネットをやり始めた人がいるんですよ。うちのグループでもね、なんかいろいろあるじゃないですか。ニュースキードネーズあまり聞かないけど、なんかまあいろいろあるじゃないですか、うん、でいろいろある中で、まあ、それをやり始めて、うん、でもグループはあんまやってるんですよ。なんかその間で抜けちゃったみたいな感じなんだけど、まあ人がいてね。でね、そういう人たち、まあ大体抜けるっていうか、まあ途中で辞めるっていうのは予想がつくんだけど、どんな感じかっていうとね、まあそいつが昔言ってたのが、アムウェイなんて自由になるとか言って、全然自由になってないじゃないですか、とか言うわけ。そうかなみたいな。まあそうなんですよ。そいつの思ってる自由と、その、リチテボスが言ってる自由が、まあちょっと食い違ってるって話なんですけど、5000万とか1億もらったら、俺も間違いなくアムウェイ辞めますねって言ってたのね。うん。うん。んで、あ、こいつ全然分かってないなって思ったんですよ。うん。で、僕はどう思ってたかっていうと、まあ、今でもそうですけど、SP の時に1億とか10億とかもらっても絶対この仕事辞めねえわって思ってたんですよ。うん。で、今だったら100億もらっても辞めねえわって思うわけ。うん。だから、金でやってないんですよ。うん。でね、そいつは、なんか震災あったじゃないですか。東北の方で。で、あの時に、津波が来たでしょ。で、原子力発電所がぶっ壊れたでしょ。で、東京がなんか放射能がどうしたこうしたっていう話あったじゃないですか。うん。あれも何だったんですかね、実際ね。よくわかりませんけど。まあ、そんなことがあったときに、それとも東京住んで、ちょっと大阪に1週間ぐらい避難してきますって言っちゃったんですよ。うん。その時に、バカじゃないかこいつって思ったんですよね。それとグループはいるんですよ。うん。グループはいるんだよ。グループはいるんだけど、一人で行っちゃったんだよ。まあ、彼女を連れて行ったと思いますから、二人ですけど。ダメでしょって思ったんだよ、俺は。言ってる意味わかりますかね。いや、グループいるだろっていう話だ。うん。多少なんか危なくても、お前そこにいないとダメなんじゃないのって俺は思ったんだけど、なんつうのかな、例えば船が沈みかけたときに船長一番最初にこう逃げ出さないじゃないですか。そうですよね。でもリーダーだろみたいなさ、もう結局自分のことしか考えてねえんだなっていう感じの、まあ、いくつかそういうシーンがあったから、まあ、多分あいつはアムウェイ分かってねえなっていうか、なんかその人友達と一緒に成功するとか、なんか自分が社長でこう自分がこう旗振って仲間をこう豊かな世界に導いていく的なね、なんかそういう仕事だと俺アムウェイ思うんですけど、そういうもんのかけらもねえなみたいなさ、うん、思ったんですよ。で結局タネットに行くわけよね。で結局ね、目的は金儲けなんですよ、自分の、うん、自分の友達が金儲けとか金を儲かるということはあんま考えてないわけよね。うん。なんかね、アムウェイってね、面白いんですけど、自分の成功だけを考えてたらエメラルドとかダイヤモンドとかな、エメラルドぐらいまでいけると思うんですけど、
結局ね、グループの人の成功するっていうことを、その人が成功するっていうことを頑張って一生懸命やると、ネットワークができるんですよ。うん。だね、自分の成功しか考えてないというか、自分が成功したいと思っている人の対応とね、そうじゃない人の対応がね、ほとんど真逆になることが多くてね。例えば、グループで、なんかミーティングに来ない人とかさ、なんかいろいろこう、倫理的にダメな人とかいるじゃないですか。いたとするじゃないですか。いたときに、イライラするでしょ、リーダーって。うん。ちょっとしたリーダーって。お前もっとこうしろよとかさ、なんでこうしないんだよとかさ、なんかいろいろ言うじゃない。でそういうこと言ってるうちはね、グループってあんまり伸びていかないんですよ。まあ、軍隊的に一時的には伸びるかもしれないけど、それじゃダメなのね。うん、でそうじゃなくて、その人がアムウェイを頑張りたくなったり喜んだりするようなことを頑張るの、うん、そうするとグループネットワークってできるんですよ、うん、だからすごく言いたいこといっぱいあるんだけど、これもあそこもダメ、そこもダメ、ここもダメ、ここ直した方がいい、あそこ直した方がいいって言いたいこといっぱいあるんだけど、もうほとんど言わなく、うん、でグループの人の長所を探して長所を褒める、うん、短所強制法と長所発展法って2つあるらしいんですけど、溝部さんが決めてるんですけどね、長所を伸ばしたり、その人が元気になったり盛り上がったり、そういうことをね、頑張ると、ネットワークってできるようになるんですよ。なんか言ってる意味わかりますかね。だから、もっと極端なこと言うとね、まあ、言うべき時は言わなきゃいけないんだけど、極端なこと言うと、なんかもう言いたいことがあった、あるダウンの人がいたとしたらね、なんかプレゼントするみたいなさ。うん、そうそう、ネットワークができるみたいな。で、言うと、怒ってやめるみたいなさ。なんかそういう感覚ですよね。うん。子供で言うとわかりやすいんですけどさ、宿題、夏休みの宿題やってないの。親もわかってるじゃないですか。で、子供もわかってるんですよ、別に。やんないと、やんないと、やんないと。やんないとみたいな。で、7月終わった。7月にやるって決めたのにやんなかった。8月も中旬超えてきた。残りとおかしくないみたいな。なったら、やんないとと思ってね、子供も。でも親が、宿題なさいって言ったら、もうさらにやりたくなくなるでしょ、子供って。なんかその、なんか心理ってわかるじゃないですか。なんかそういう感じで、アムウェイみんなこうやってるんですよ。だから皆さん、リーダー、LM ですからリーダーですよね。で、リーダーの人が正しいこと言ってんだけど、それがネットワークができるとか、その人が元気になることとは、イコールにはならないってこと。うん、で、結局その人が元気にならないと、その人は元気よくアムウェイをやらないわけですから、正しいこと言ってても元気がなくなるんだったら、それは正しくないってことなんですよ。言ってみわかりますかね。うん。だから、ある時期から僕はもういろいろこう自分の、スーパー LM とかやめてね。いますよね。ミーティング、グランキューブで、カオさんが来て、めっちゃ盛り上がって、アフター、自分でまたラリー開いてるやついますよね。何のラリーだこれみたいなさ。うん。自分の分かったことを2時間ぐらい発表しながら帰ってくるリーダーとかいますよね。そうすると、本人はめっちゃ気持ちいいんだけど、いや、今日もミーティング盛り上がって分かったことがあって、これが分かって、あれがあって、お前もっとこうしなきゃいけないし、お前こうしなきゃいけないし、いろんなこと言って。いや、今日は雨頑張ったと思ってんだけど、グループの人はめっちゃスケールダウン、トーンダウンしてますから。せっかくカオルさんの話でめっちゃスケール上がって、もし頑張ろうと思ったのに、皆さんがものすごい低レベルなLM を2時間ぐらいするから、もう疲れちゃって、うん、もうご飯も美味しくないし、みたいな。もうとっとと帰ってスポンサリングに行ったりさ、なんかしたらいいのに、もう拘束して、もう、わけのわかんない話が、もうまたその話かよ、みたいなさ。で、結局その話はカオルさんが言ってたじゃないかっていう、うん、誰々さんが言ってたじゃないかっていう話をこう、言ってるだけですからね。っていうので、こう、嫌になっちゃって、はい、疲れた、はい、いや、今日はそうだったですねって終わって、結局何もできないみたいな。そういうパターンが多いんですよ。で、悪気がある人はいないんですよ、その中で。うん。でも気づいてない人がいるって話なんですよ。うん。だからそういうリーダーになると、なんかね、めんどくさいというか、やっぱりグループの人たちが喜んでるグループが伸びてるし、カオルさんのスピーチでもあるんですけど、人の嫌がることをしなければ、このビジネスは簡単に成功しますって。うん。要するに、人の喜ぶ、グループの喜ぶ人たちが喜ぶことを頑張ってやってると、自分に後から収入が入ってくるというか、まあ、成功するっていう。話なんでね、そこが逆なんでね、やっぱりね、早い段階でそこに気づいてやった方がいいかなって思うんですよね。だから、もっと言ったら、僕、エグゼクティブダイヤぐらい、まあ、ダイヤかエグぐらいの時に、そういうこと、カオさんのスピーチとかと教わって、まあ、考え始めて、まあ、行動移せたのが、それぐらいの時期だと思うんですけど、もっと早いって言うから、それ分かってたらよかったなと思ったし、そういう生き方をしてこなかったから、まあ、いろいろ大変だったりするんですけどね。ある時期から、この洋服、あいつ似合うじゃん、みたいなさ、うん、あ、これ、なんか、あいつ、靴ボロボロだったから、買ってやったら、これいいじゃん、とかさ、うん、なんかそういうことを、にお金を使う、まあ、それだけじゃないですけどね、そういうことにたくさんお金を使えるようになったんですよ、うん、だから自分で服を買ってはいよかったねっていう感じ、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、それよりもなんか自分のグループの人になんかこれをしてあげたら喜ぶんじゃないかとかさ、まあ、サプライズ誕生日パーティーとかもいろいろあるじゃないですか、達成をね、まあ、雨ってそういう文化が出来上がってるから、まあ、プライズの人たちもみんなやってると思うんですけど、そういうのにお金を使ったりね、自分の労力を使ったりすることが楽しいなって思い始めたのね。で、気づいた時にはこれがその仕事なんだなって思った。それ最高じゃないですか。ね。うん。だね、もうちょっとなんかあんまり伝わってない感じがするんですけど、もうちょっと言うと、ね、皆さん、じゃこの中で、抽選で5人の人に、じゃんけんでもいいですから、じゃ抽選で5人の人、当たった人は、ハワイ旅行に招待しますと。うん。僕がお金払います。うん。で、友達連れて行っていいですって。で、当たったらなんか嬉しくないですか。ね、俺は行かないですよ。うん。一緒に行きましょうとは言いませんからね。皆さんの友達と自分さんを招待して、好きな時に好きなとこ、ハワイに行ってきてください。5人当たったら嬉しいじゃないですか。ね、やったみたいな、友達を誘えるって話なんですけど、もっと嬉しいのは、皆さんの稼いだ金で、皆さんの友達をハワイに招待してあげたら、もっと嬉しくないですか。
そっちも嬉しいでしょ。うん、で女の人だったらバーキンおじさんに買ってもらいました。うん、まあ、ちょっと嬉しいじゃないですか。でも自分の稼いだ金で買ったバーキンの方がよっぽど嬉しいでしょ。うん、でそのバーキンはもうエルメスのバーキンは同じエルメスのバーキンですけど全然違うじゃんっていう、うん、話なんですよ。でアムエってこっち側なんですよ本当に。だそっち側の仕事なんで、だ見せかけでどうしたこうしたとかさ、なんかラッキーなことがあってうまくいったとかさ、そういうことじゃなくてうまくいかなくて皆さんが悩んで頑張って努力して変化してで達成していったところにやっぱりヒントがあるし、そこが大事なんですよね。その後に入ってきたものが収入だったり時間だったりもすると思うんですけど、それをさらに自分のグループの人のために使うことができたらグループはもっと伸びるっていう、うん、でグループが伸びるってことはみんなが成功するわけですから、常に自分のグループの人が喜ぶことだけを考えてればいいっていう状態になるわけですよ。言ってみわかりますかね、うん、だから本当にねこの仕事ね最高なんです、うん、でもいろんな仕事ありますけど、まあ、皆さんやってる仕事ね、サラリーマン、まあ、経営者の人も一部いるかもしれないけど面白くないでしょね。お、まあ、なんかちょっと敵が40人ぐらい増えたなって気もしますけど、別に構いませんけど、面白くないでしょ、あって。うん。まあ、やりがいのある仕事がもしできてるとしたら、それはそれ素晴らしいことなんですよ。1割ぐらいの人はそうかもしれません。今の仕事楽しいですって、やりがいありますと、ずっとやりたかったことですって言うんだけど、でも、それもそう分かるんだけど、そんなものよりアムエイのが全然すごいからっていう感じなんですよ。それは皆さんがアムエイである程度ね、ところまで行ってないからだと思うんですけど、結局さ、例えばじゃ美容師の子がいてね、人の髪を切るのが好きですと、で喜んでもらって帰ってくるのが好きですって言う人がいますよね。で、それ分かるんですよ。うん、でもアムエを教えてあげて、アムエで成功させてあげたら、その人は髪が何おしゃれになって喜んで帰っていっただけじゃなくて、その人の夢も叶うでしょ。わかりますか、うん、だから美容師の人でやりがいがあって髪切って、まだ全然アムエのすごいよって話だし、まあ、介護士もそうですし、まあ、ボランティアの人もそうだと思いますし、何でもそうだけど、ね、よく言われてる話ですけど、魚をあげる話じゃなくて釣り竿を渡す話だよっていう話よくされてると思うんですけど、いろんな人がね。本当にそうでね。結局ね、自分の力で自分で努力して頑張って成功していくっていうところに喜びのある仕事。でそれがやっぱり嬉しいと思うんですよね、実際はみんなね。だからね、なんかまあタネットに行った人の話とかもいろいろこう聞いてみると、結局金じゃねえかっていうところだし、本質的なものっていうのはね、分かってないんだなっていうのがたくさんいてね。で、カロさんも言ってますけど、この仕事って本当に見抜けるか見抜けないんだなって。見抜けるか見抜けないかだけなんだなっていう話なんですよ。だから多分皆さんがエメラルドとかダイヤモンドぐらいだともう全然分かってないって、うん。もっと全然すごいし、もうすごいからっていう、うん、話なんですよね。だからぜひね、まあ、エグゼクティブダイヤモンドというぐらいまでは絶対行ってほしいと思いますし、まあ、エグゼクティブダイヤモンドになるとね、一生懸命金使っても余りますから、うん、本当かよと思ってたんですよ、俺。でも本当なんですよ。うん、ファンダーズダイヤぐらいでもそうだと思いますけど、だからね、本当にそうすると、なんか人のことも考えられるじゃん。当然そうですよね。だからね、そういうところにみんなでね、行けたらいいなと思いますし、やっぱり達成してる人、今回計、20代で、まあ、たくさんの人がね、ダイヤモンドになっても、ケースケとかもそうですけど、なってね、達成ラリーとかも僕、基本的には全部行ったんですけど、やっぱなんかやっぱ仲間としてね、なんか成功して、で、みんなが思ってることは自分がダイヤモンド達成しました。よかったっていう感じの達成ラリーじゃなくてね、自分のグループの人に成功してほしいから達成ラリーをやってますみたいなさ。会場に来てる兄弟系列とか他系列の人たちにもチャンスと捉えてね、皆さんにもできますっていうのを見せるために達成ラリーをやりました。でもさらにもう来期会計は、今回計ですよね。今回計はもうエグゼクティブダイヤモンドやりますみたいな人たちがいっぱいいてね。本当にそれを見たときにね、まあ、自分もっと頑張ろうって思ったしね。僕ダブルダイヤモンドが最終、まあ、なんかDVD でも言ってますけど、ピンレベルだと思ってたんですけど、なんかこれちょっとやっといた方がいいなみたいなさ。うん。なんか難しいって思われたら嫌だなって思うから、やろうと思って。で、今月からね、決めたのがね、僕フロント17人ぐらいしかいないんですけど、まあ、まあ内緒なんですけど、何人ですかって30人って嘘言ってますけど、いつも。まあ、本当17人ぐらいしかいなくて。どうやってもクランバスターになんないじゃん。ね。うん。足りてねえからみたいな。うん。で、じゃあ20人だったらクランバスターになるかさ、それも難しいですよね。安住さんがフロント24人っていうの聞いたことありますけど、すごくないですかそれ。ちょっともうありえないですよね。まあ、とにかく、今月、1ヶ月に1人ずつフロントつけようと思って、もう何年も新規やってなかったんだけど、やろうと思って、まあ、先月フロントが1人ついて、今月もちょっと探してつけてみたいな。で、1ヶ月に1回、2月までフロントつけて、で、ちょっと準備してみようかなみたいな。うん、ただ、クランバスターちょっと夢になっちゃうし、まあ、いつも言ってる話ですけど、夢になると嫌なんで、クラウンに目指してみようかなみたいな。うん、クラウン自分じゃねえかみたいなさ。うん、でトリプルになるともそのままいその感じがするから、まあ、ちょっと順序を追ってね。クラウン目指してやろうって。クラウン目指してやってる人多分アムウェイ界でいないと思うんですよ。だからあれはクラウンの人っていうのはクラウンマスター達成したけど、ちょっと認定が悪い系列があったりとか、途中で諦めちゃった人がいてクラウンなんですよ。もうクラウンに目がけていく人いないから、これちょっとかっこいいんじゃねえかと思って、まあ、そこぐらいはね、やろうかなと思って、今頑張ってるんですけど、本当にもうめちゃくちゃ盛り上がってて、コミットの数がすごいでしょ。ヘッケルドリーミーラインのね。だから、本当に劇的に盛り上がっててね、バブルの時に2000億いってるんですよ、アムエイの売り上げって。でそんなもん、他の会社ももう売り上げ上がってた時代だから、そりゃそうでしょって。うん、まあ、カオルさんのシュラインオーディトリアムとか、そういうのもあったと思うんですけど、で今度37周年記念で、まあ、アムエイのね、37周年記念か何、3年後だったっけ、あるし、まあ、カオルさんの37周年もあるし、だからさ、
だからもうちょっとやる理由がたくさんあるしね。本当にまた2000億になったら、その昔のバブルのその1990年代の2000億よりもよっぽど価値があるわけでさ。だって他のね、今月収20万の人いないですもんね、新入社員で。17万の手取りの人とかいっぱいいてさ。で、昔はいなかったけども、そういう時代の2000億と今の2000億全然違うから、本当にすごいことになるしね。もうね、なんかプランバザーの、まあ、吉木さんとも仲いいんでね、いろいろこう、この前も、大分のとこでしたっけ。なんかすごい人間ドックに来たんですけど、今はもうね、時代はね、ダイヤモンドが何系列あるかっていうところの勝負になってるねっていう話なんですよ。で僕6系列ダイヤモンドに今回系になると思うんですけど、最終的に9系列ダイヤモンド、9系列ダイヤモンドにして、それがちゃんと同時にダイヤモンドになると27でね、クラウンバスだって、なんか FA であるんですけど、まあ、それはさすがに無理だなと思うけど、でも9系列ダイヤモンドを目指して頑張ってみようかなと思うし、まあ、DVD でも言ってますけど、37組のダイヤモンドを死ぬまでに出すって言ってるんですよね。で、DVD 出来上がって、一回僕そこから見たんですけど、そんなこと言ったんだと思って、もっと頑張ろうと思ったんですけど、モチベーションがあったんですよ。いつ言ったんだろうなと思って、でも残っちゃってるから、それでね、なんかフェードアウトしたらめっちゃかっこ悪いから、ちょっとまあ最低でも20組には出さなきゃダメだし、みたいなさ。まあ、37組のダイヤモンドが出たら、多分、9系列ダイヤモンドがちゃんと揃ってコリファイしてクラウンバスになるかもしれないなと思いますんでね。本当にもう今時代は、何系列の人がダイヤになったか、要するに自分の伝えた人とかその先の人が、まあ、自分はダイヤなのは当然としてね。っていうところで勝負してますから、みんな。だからダイヤモンドになっても全部 DD だったらダメなんですよ。だから全部 DD ってことも一生懸命頑張って150まで集めてる人が6系列いてダイヤモンドって。じゃない。でみんながこうな手放してもう夢が叶うぐらい、まあ、150万ってもう普通に上がるぐらいになったら、まあなんかわかんなくもないけど。やっぱみんながエメラルドになって自分が6系列がエメラルドになって自分がダイヤになったらなんかちょっとダイヤモンドっていうかさ、なんか思ってるのがちょっと半分ぐらい完成したぞみたいなぐらいの感じですからね。ぜひね、この仕事ってのは点数集める仕事なんだけど、一緒に成功しようっていう話ですから。アムウェイはすごいってのはまあ分かりやすいんで、今の時代だったらいろいろツールがあるから伝わると思うけど、なんであなたに伝えてるかっていう、それはこうこうこうでこういうでこういうなったら将来いいと思わないかっていうところを堂々とね伝え続けることが絶対大事だと思いますから、ぜひ皆さんもねエメラルドダイヤモンドになって、皆さんのグループでもエメラルドダイヤモンドが出て、で そういう仕事ですから。だってカオルさんはそうなってるし、安住さんもそうなってるし、細見さんもそうなってるし、僕アップラインみたいにみんなそうなってるし、結局自分もそうなってるわけだから、なんで皆さんのところにはそれが起きないんだって話じゃない。だからね、ぜひね、本当にスケールダウンしてるのはもう自分の脳みそですから、思いっきり大きい夢をね、描いてね、まあ、今日から頑張ってみんなで盛り上がっていけたらいいなということで、LM の方終わりたいと思います。ありがとうございました。